美人女優として知られる坂口涼子は、1971年16歳の時にミスセブンティーンコンテストで優勝したことをきっかけに芸能界入りしました。翌1972年にドラマ愛ちゃんが行くで主演デビューして以降、アイドルのように歌を出していた時期もありましたが、年齢を追うごとに女優へとシフト。実にたくさんのドラマや映画に出演していきます。若き日の坂口涼子が出演している印象深い作品といえば、テレビドラマタンポポや前略お袋様シリーズが挙げられるでしょう。とりわけ初々しい坂口涼子の魅力が光ったのは、市川崑監督の映画金田一耕助シリーズです。監督に気に入られたのか、1976年公開の犬神谷の一族の他にも、1977年の獄門島、翌1978年の女王蜂と立て続けに起用されています。またゲスト出演だったにもかかわらず、坂口涼子の演技が切なくて心打たれるという人が多いのが、1975年に放送された萩原健一と水谷豊の主演ドラマ傷だらけの天使です。そして1980年西田敏行主演の池中玄太80キロでヒロインの鳴山明子役を演じた頃には、女優という認識が世間にしっかり定着するようになった坂口涼子。最近の作品ではもちろん渡る世間は鬼ばかりの長谷部里子役は外せません。この作品が坂口涼子にとって最後の出演ドラマとなりました。坂口涼子は2013年3月27日、帰らぬ人となりました。享年57歳。横行結腸癌と併発した肺炎が死因でした。2011年にロケ先で急激な腹痛に見舞われて病院に行ったところ、腸閉塞と診断された坂口涼子。その治療の過程で大腸癌であることが発見され、その後すぐに手術しています。すっかり痩せ細ってしまった坂口涼子でしたが、周囲の人ばかりか、娘でタレントの坂口杏里にすら、自分が癌であることを隠し、闘病生活を送りながら女優を続けていました。そこまで働き続けることにこだわったのはなぜなのでしょうか。実は娘坂口杏里が芸能界デビューを果たしたのは、癌が見つかる数年前でした。テレビで親子共演している場面を見たことがある方もいるでしょう。そのため大病を患い今後を思った時、自分がいなくても娘が芸能界でしっかり生きていけるようにと案じて、親子共演も含めて積極的に仕事を受けていたとも考えられそうです。あるいは芸能人にしてはとても質素な考え方の持ち主だったという坂口涼子は、働ける限りはギリギリまで働くと当然のように考えていたのかもしれません。坂口涼子は1986年、19歳年上の不動産会社社長の田山恒彦と結婚しました。ゴルフ場経営や都市開発を手掛けていた元旦那の田山恒彦は、バブルで業績が絶好調だった時には、地上げの神様と呼ばれていたとか、余波まさにバブルの時代。当時、不動産業界では何十億、何百億、という金が瞬時のうちに右から左に動き、そんな業界の社長を伴侶に持った坂口には羨望の視線が注がれていた。しかしバブル崩壊で会社は倒産、連帯保証人にされていた坂口涼子は40億円以上とも言われる多額の借金を背負うことになりました。一男一女を授かった坂口涼子でしたが、1994年に田山恒彦と離婚した後は、どんな仕事でも受け、死に物狂いで働き、わずか10年足らずで完済したそうです。しかし世の中というのは、なかなかうまくいかないものだ。
1994年4月28日、坂口は離婚会見を開いた。離婚の原因について、バブル崩壊に伴う借金苦に端を発したと説明。夫が関係する建設会社が多額の負債を抱え、それを肩代わりしたため、負債が10億円にも。結果、夫の会社や自宅は、金融機関や債権者から差し押さえられ、競売にかけられる予定であると語った。お金のことは直接結びつかない。と自分自身に言い聞かせていますが、主人に対する信頼感がなくなってしまったことは確かです。そして、慰謝料と養育費について聞かれると、慰謝料は請求しようとは思いません。子供の養育費はこれから話し合うつもりですが、と言って大粒の涙を流した。だが、女は弱し、されど母は強し。という例えがあるように、坂口も強かった。懸命に働き、毎月一定の金額をコツコツと返済。10年で総額40億円を完済したというから、驚くばかりだ。そんな彼女に、再び春が訪れたのは、98年頃だった。プロゴルファーとして活躍していた。ジェットこと尾崎立夫と出会い、意気投合。ほどなくして交際に発展した。だが、母親を取られると感じたアンリさんからの拒否もあり、しばらくは入籍できず、二人は彼女が成人するのを待って入籍したという。この苦しい借金返済時代を支えてくれたのが、その後再婚することになる。ジャンボ尾崎こと尾崎正史の弟で、プロゴルファーの尾崎立夫でした。二人の出会いは1998年。知人の紹介で知り合い。その後ほどなくして交際が始まります。交際は順調でしたが、娘が多感な時期ということもあり、事実婚状態が続く中、2012年8月10日にようやく再婚。坂口涼子の病気も受け入れていた尾崎立夫は、最後は一緒のお墓にという強い気持ちから、結婚に踏み切ったと明かしています。しかし、残念なことに病状は待ってくれず、坂口涼子の新婚生活は彼女の死によって、わずか7ヶ月で幕を下ろしました。坂口涼子には2人の子供がいます。1989年に生まれた長男、坂口直彦と、1991年に生まれた長女、坂口杏里です。坂口直彦は一般人のようで、詳細な情報は伝えられていません。ネット上では、慶応義塾大学の医学部を卒業し、同大学病院に勤務している医師なのでは？と噂されています。それが本当ならば、かなりのエリートと言えそうです。2008年に二世タレントとして芸能界デビューした坂口杏里は、ご存知の方も多いことでしょう。ちおおバカキャラの坂口杏里さんとは対極のようなお兄様。どうやら本当にお医者さんらしいです。お兄さん自身がしっかりしていたのかわかりませんが、環境が悪かったとか、かまってもらえなかったからといって、当たり前ですが、みんなが道を外れるとは限りません。坂口杏里さんと同じ環境で育ったお兄さんは、坂口涼子さんの真面目さをしっかり受け止め努力したのでしょう。坂口涼子さんが残した遺産は数千万円と言われています。借金返済後も堅実に暮らしていたことがわかります。坂口涼子さんの夫であった尾崎立夫さんは、それを子供たちに渡してしまったようです。育ての親でもある尾崎さんは、坂口杏里さんの危うさを理解していなかったってことですかね。もういい大人だから。と言えばそれまでですが、理解していれば財産を管理していく方法を、いろいろ考えられたんじゃないかと思います。坂口杏里さんをしっかり支えてくれる人が周りにいれば、あるいは、坂口杏里さん自身が、素直に信用できるような人がいれば、ホストに入れ上げて遺産を使い果たしたりすることは、
なかったんじゃないでしょうか。坂口涼子さんは生きている間は夫に、亡くなってからも娘の金銭問題に巻き込まれ、なんだかご本人の健康的で明るいイメージとは裏腹に、永遠にお金に苦しめられる運命なのでしょうか。デビュー当時は母親の坂口涼子と一緒に、バラエティ番組にも多数出演し、おバカキャラとして活躍していました。最初に彼女自身が大きな話題を集めたのは、お笑い芸人のバイキング小峠英二との交際報道です。しかしその後は、バイキング小峠英二と破局し、ホスト遊びが高じて借金苦に陥ったことなどから、恐喝未遂騒動を引き起こしたり、AV 女優アンリとしてデビューしたりと、どちらかといえばお騒がせタレントとしてのイメージが色濃くなっています。2017年4月20日に放送された朝の情報番組ビビットで、坂口安里容疑者が恐喝未遂容疑で逮捕されたというニュースが報道されました。その時に坂口親子についてのエピソードを明かしたのは、坂口涼子と面識のあったフリーアナウンサーの堀尾正明です。生前、坂口涼子の自宅マンションに取材で訪れた時のこと。彼女が冷蔵庫から取り出して見せたのは、娘の坂口安里が10年前に作ってくれたというケーキでした。その他にも娘との仲睦まじいエピソードを話してくれたそうです。堀尾正明は、坂口涼子の生前、母娘の絆はとても強かったと述べました。それゆえに、坂口涼子の早すぎる死は、娘坂口安里の心にとても大きな穴を開けてしまっているのかもしれません。天国にいる坂口涼子が娘の現状を知ったらとても悲しむであろう。これは一連の報道に触れた多くの人が思っていることではないでしょうか。坂口涼子に、大切に大切に育てられてきた坂口安里の不安定な振る舞いの数々は、ある日突然母親がいなくなって世間に放り出されてしまった無防備な少女のように見えなくもありません。とはいえ、坂口安里のそばには、坂口涼子が心から愛し信頼していた尾崎帯もいます。坂口安里には母の愛情に包まれていた頃の自分を取り戻し、生前の坂口涼子のような明るく朗らかな笑顔を見せてもらいたいものです。幸せいっぱいの笑顔こそが、天国で見守っている坂口涼子への一番の供養となるのは間違いありません。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。